それでは大変お待たせいたしました。これより第44回八戸花火大会のプログラムをスタートいたします。プログラム1番オープニングスターマイン、開幕八戸の海に光の祭典。今年の花火大会は直径300メートルに開く10号玉からスタート。色とりどりの花火が海のさざめきと調和する様子をイメージしました。館花漁港の美しい舞台を広く活用したワイドスターマインを存分にお楽しみください。皆さんと一緒にカウントダウンしたいと思います。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。プログラム1番オープニングスターマイン、開幕八戸の海に光の祭典でした。ここで迷子のご案内がございます。会場内で迷子のお子様がいらっしゃいます。11歳の佐藤理央くん、11歳の佐藤理央くんがご家族とはぐれて、今会場中央にあります大会本部でお待ちです。身長145センチぐらい、グレーの T シャツ、そしてハーフパンツ、緑の靴を履いた11歳の佐藤理央君がご家族とはぐれて今大会本部でお待ちです。ご家族の皆様、警察車両が目印の会場中央にある大会本部までお越しください。そして落とし物のご案内です。2つ折りの長財布、こちらのお財布が落とし物で届きました。免許証が入っておりました。十和田市からお越しの漆畑さん、十和田市からお越しの漆畑さん、お財布が届いております。こちらも会場中央にあります大会本部までお越しください。皆様、落とし物などないようお気をつけください。続いてプログラム2番、レクチャー花火です。例えるなら、ここ館花漁港の会場は舞台、そして花火は舞台役者です。観客である皆様に演技を披露する舞台役者の名前と特徴についてレクチャーしながら打ち上げます。それぞれの舞台役者の個性をお楽しみください。1番、染め分け残輪菊。この花火は異なる2つの色を半分ずつに開かせる花火です。これを染め分けと呼んでいます。そして名前の最後にある残輪菊は光のリング模様のことを表しています。分かりやすく地球に例えるなら、北半球と南半球で異なる色の花火が開き、地球の赤道に沿ってリング上に光の筋が残るという花火です。2番、ヤシシン引き裂き青緑点滅。花火の名前にある芯は開いた時に現れる中央の部分を意味します。この花火では金色のヤシの葉をあしらったヤシの芯が中央に現れ、外側には青緑点滅と呼ばれる花火で、青い花が消え際に緑に輝く様子を表現しています。3番、彩色千輪菊。この花火は上空でたくさんの小さな花を一度に咲かせる花火です。花火が破裂する音が聞こえ、一呼吸置いてから複数の色の花火が数個一斉に開きます。4番、緑芯白菊。この花火は中央に緑色の芯を持ち、その外側は白色にこだわった花火が開きます。真っ白に開くこの白菊は美麗と平和を祈る花火とも言われています。5番、紅芯錦かぶろ菊。この花火は中央に紅色の芯を持ち、その外側には錦と呼ばれる金色を表した大きなしだれる菊花火が開きます。この錦かぶろ菊はとても人気があり、誰もが一度は見たことのある花火の一つです。続いてプログラム3番パステルカラーに彩る星々の歌。金色や白く点滅する花火の先が桜色や藤色の優しい色に変化する花火です。前半はゆっくりと、後半にかけて徐々にスピードを上げて打ち上げていきます。柔らかなパステルカラーで彩る光が八戸の夜空に降り注ぐ星々のように広がる様子をお楽しみください。それではどうぞ。プログラム3番パステルカラーに彩る星々の歌でした。ここでマイクのご案内です。6歳の中村修介君が迷子になっています。今大会本部でお待ちです。ご家族の方、今日は三沢から来たということでご家族を待っています。6歳の中村修介君、赤い T シャツ、黒いヤシの木柄の半ズボン、そして黒いサンダルを履いています。6歳の中村修介君がご家族とはぐれて迷子になっています。今、修介君大会本部でお待ちです。ご家族の方、放送聞きましたら本部までお願いいたします。お名前、6歳の高村修介君です。今日は三沢から来たということで、それほどでもない。続いてプログラム4番です。八戸酒造株式会社特別協賛プログラム、創業1775年の八戸酒造は、港町に蔵を構え、辛口の陸奥男山、フレッシュフルーティーな陸奥八選を中心に、地元地域の皆様に支えられながら、世界25カ国に八戸を発信しています。八戸市出身のロックバンド、アンドロップのボーカル、内澤隆人さんが CD デビュー15周年を記念して八選とコラボし、内澤さん自らも酒造りに参加したスパークリング日本酒アンドロップ八選乾杯をしよう、僕らはきっとよくやったをリリースしました。全国に熱烈なファンを持つロックバンドアンドロップの曲「光とともに」、夜空に眩しく光る花火をお楽しみください。プログラム4番、アンドロップとの共演、創業250年に向けて。ではここで落とし物、スマートフォンの落とし物がありました。B ブロックの簡易トイレの後ろに落ちていたということで、スマートフォンの落とし物が届いています。持ち主は多分女性ではないかなと思います。はい。プリクラの写真もついてまして、多分女性の方だと思います。 B ブロック会員トイレの後ろにスマートフォンを落とされた方、大会本部でお預かりしております。どうぞ取りにお越しください。さあ、続いては一般社団法人八戸青年会議所創立65周年記念プログラムです。八戸青年会議所は本年創立65周年という大きな節目を迎えました。長きにわたり時代に即した活動を展開してきた八戸青年会議所は、明るい豊かな社会の実現に向け、誰もが心の底からこの街が大好きだと他の誰かに伝えたくなるような街づくりをこれからも目指し続けます。若き原動力が照らす希望の光、館花漁港の幅200メートルを最大限に使用した特大のミュージックスターマインになぞらえて打ち上げます。さあ、それではタイトルコールは滝尻理事長がここにいらっしゃいますので、理事長にタイトルコールをお願いいたします。プログラム5番、この街が大好きだー。続いてプログラム6番、15玉創作芸術花火コレクションです。日本全国の有名花火師が芸術性を求めて制作した特別な花火玉を一発ずつご紹介します。この花火の制作にあたっては、高い技術力だけではなく、夜空に咲かせる姿をイメージした豊かな想像力が求められ、試行錯誤が重ねられています。日本の花火の技術力と芸術性をお楽しみください。1番、八重市変化菊。新潟県新潟煙火工業株式会社の作品です。この花火は2色に咲く花火を芯とし、その周りを彩る大輪の光の先が変化する花火です。開いた中央に開く芯、さらにもう一つ違う色の芯を作り上げる複数にもわたる多重芯と呼ばれる芯入り花火を作り上げるには高い技術力が必要です。それではどうぞ。長野県有限会社田舎港堀内煙火店の作品です。この花火は中央にきらめく芯を持ち、その周りを光の束がまとまって開く花火です。これまでとは違い、光の筋が方向性を持って開く幻想的な花火をお楽しみください。3番、八重市さざなみ。新潟県有限会社片貝煙火工業の作品です。この花火は2つの芯を持ち、その周りを細かなキラキラとした光を残しながら大輪の花を咲かせます。点滅花火とは違った小さな光の粒子がきらめく様子をお楽しみください。それではお願いします。続いて4番、彩色スパンコール千輪。宮城県株式会社羽賀加工の作品です。この花火は上空でたくさんの小さな花を一度に咲かせる花火ですが、特に夜空いっぱいに点滅にこだわったスパンコールという花火を複数個一斉に開かせるのが特徴です。音と花火が開く時間のずれ、はっきりとした色で明るく点滅する花火が夜空に一斉に開く様子をお楽しみください。5番、三重市引崎青紅。秋田県株式会社北日本花火工業の作品です。これまでご紹介した八重芯と呼ばれる3層の輪の花火に、さらにもう一つのシーンを加えた制作がとても難易度が高い花火です。花火が開くときに3つの異なる色や光の芯が開き、その周りの親星が青から紅に変化します。一度に4つの輪が開く日本の芸術花火をお楽しみください。さあ続いてプログラム7番です。水平線に月明かりの旋律、目の前に広がる水平線、月の明かりが海の上で踊る優雅さ、そこに八戸の自然を表す緑色が融合された旋律を表現しました。大小の花火が放つ光が海に反射し、ゆらゆらと揺らぐ様子も合わせてお楽しみください。それではどうぞ。さあ続いてプログラム8番メッセージ花火です。市民の皆様から寄せられたメッセージをご紹介しながらメッセージ花火を打ち上げます。ご家族やご友人、大切な方へ向けたメッセージが今年もたくさん寄せられました。1つ目、八戸ホワイトベアジュニア6年生上坂優太君、石木田翼君から「監督、コーチ、チームのみんなへ、すべての人に感謝し、今年こそはホワイトベアらしい粘り強いプレーでチーム優勝を勝ち取るぞ！」続いてネズミの会一同からちーちゃんとまこちゃんへ。ちーちゃん、まこちゃん、出産おめでとう。これからたくさん素敵な思い出作ってね。そしてねずみの会のみんな、私たちも今年で40歳です。出会えた縁を大切に、これからの人生も共に楽しんでいきましょう。卒業せないと頑張るぞ。続いてパッチファン一同からパッチへ。パッチさん、いつも最高のライブをありがとう。水木もかちゃん、世界で一番愛してる。続いて家族よりたかしさんへ。たかしさん、毎年頑張ってきた花火大会、今まさに花開いていますよ。ずっと見守っていてね。メッセージ花火ラストは石田大樹さんから愛する奥様へ。いつも僕がしたいことを一緒に応援してくれてありがとう。これからもよろしくね。愛してるよ。プログラム8番メッセージ花火でした。皆さんも大切な人にメッセージ花火送ってみませんか？続いてプログラム9番夏の思い出2024。さまざまな形を表現した型物花火や動きがある花火で可愛らしいキャラクターにスポットを当てて夜空をにぎやかにします。前半は記憶に残る歌詞の音楽に乗せて型物花火を、後半は可愛らしい音楽に合わせて動く花火を打ち上げます。さあ、どんなキャラクターが打ち上がるのか、想像を膨らませながらお楽しみください。それではどうぞ。唱プログラムです。開会式前の弔砲でも哀悼を捧げましたが、一般社団法人八戸青年会議所第35代理事長や八戸花火大会の会長など多くの諸団体、そして八戸の経済界で幅広くご活躍され、生涯をかけてまちづくり、人づくりにご尽力された故・塚原崇さんへ生前お世話になった方々から感謝の花火となります。八戸に住み暮らす子どもたちの未来を思い、強い信念で変化を恐れず、常に若い世代や新しい価値観を受け入れ応援し続けてきた塚原さん個人が八戸に残した偉大な功績と大きな愛を、外側と内側の2か所の異なる地点から打ち上げる花火で表現し、儚くも力強い花火に仕上げました。個人の思いを受け継ぐ有志一同による感謝と敬意を天国へ届けます。プログラム10番「変化こそ情動」、未来へつなぐラブ八戸。駅は上空、煙が残っています。煙が晴れるまで少し待ちましょう。続いてプログラム11番「Stand by Me」、友情と絆をテーマにゆったりしたテンポに合わせ最大10棒玉までの花火を大小織り交ぜて打ち上げます。暖かな雰囲気を醸し出すため花火の光を穏やかな色合いで表現し、連発花火を組み合わせて打ち上げます。10号玉が残す大きな余韻とともに、そばにいる大切な人との絆を感じながらお楽しみください。それではお願いします。続いてプログラム12番「夜空を彩る笑顔の花」、つい笑顔になるような軽快で耳なじみのある音楽に乗せて色が変わる花火、音を出す花火、点滅する花火を打ち上げます。笑顔であふれる日々がこれからも続きますようにと願いを込め、館花漁港をワイドに使用して夜空を鮮やかに彩ります。プログラム12番「夜空を彩る笑顔の花」でした。上空今煙が残っています。上空煙が晴れるまで少し待ちましょう。みちろく潮風トレイル全線開通5周年記念プログラムです。東日本大震災の復興シンボルであり、東北の森、里、川、海のつながりから生まれた新しい道、みちろく潮風トレイルは本年で全線開通5周年を迎えます。トレイルの玄関口である蕪島の風景、三陸軍港国立公園である種差海岸の自然が感じられる幻想的な花火は、時を刻むように花が咲き、悠久の旅へと私たちを誘うをテーマに仕上げました。さあ、それでは参りましょう。プログラム13番「太古の風に吹かれて」。上空の煙が晴れるまで少し待ちましょう。それではプログラム14番「大玉44連発」、終わりゆく夏の残像。先人たちの思いを紡いでつないで44回、毎年一発ずつ増えていくこのプログラムは、市民の皆様の未来に対する祈りや願いを重ねた回数でもあります。そんな皆様の思いを個性豊かで色とりどりな44発の大玉花火になぞらえ、空高く打ち上げます。プログラム14番、大玉44連発、終わりゆく夏の残像でした。さあ、ダイナミックな花火でした。煙が晴れるまで少し待ちましょう。お待たせいたしました。いよいよエンディングスターマインです。今年で44回目となる八戸花火大会は、名作映画音楽に合わせて壮大なスペクタルダイナミック花火ショーで締めくくります。これまで八戸花火大会は数々の試練や困難にぶつかりながらも、その歩みを止めませんでした。それはこの花火の光が皆様の進む道のりを照らし、未来への歩みにつながると信じてきたからです。輝く明日に向かい、これからも共に進んでいければと願い構成しました。来年もまたこの場所でお会いしましょう。プログラム15番、輝かしい未来への帰還。をもちまして、第44回八戸花火大会すべてのプログラムを終了いたします。皆様、最後までご覧いただき